送り盆の今日、青葉区の寺で伝統行事の盆土祭が行われました。青葉区八幡の龍宝寺では、毎年8月16日にお盆の飾り物や古い外葉などを焼いて先祖の霊を送る送り盆の伝統行事、盆土祭を行っています。おととしからは新型コロナ対策で寺の関係者のみで実施していましたが、今年は初盆を迎えた檀家に限って参加を呼びかけ、60人ほどが集まりました。コロナで、会えずに、帰徳の際も間に合わず別れてしまったので、いつも見守ってくれるお礼をきちんとしたいと思って伺いました。盆土祭は、小正月に神社で行われるどんと祭にあたる仏教の行事で、お経が唱えられる中、参加者は手を合わせ先祖の冥福を祈っていました。